先輩、隣いいっすか <laughs> 残念後輩じゃなくてあんたの弟でしたどうちょっとは後輩感出てた <laughs> なんか姉さん冷たくない精一杯の可愛い声だったんだけど もうちょっとはさなんか一言あってもよくないえ、ね、外から姉さんが見えたから入る気もなかった学食に入ってきただけ一人で黙々と飯食ってるからさなんか気になっちゃった。 ね、<laughs> てか姉さんちゃんと友達いるの <laughs>、うんいるんだねえそれはさ男女 <laughs> いやただ聞いただけですけど あ、てかさ姉さん今日の帰りうんそういうの俺興味ないからさ他当たってくんないてか今人と喋ってんの見てわかんない あ、<laughs> ごめんごめんでさ話の続きなんだけど姉さんが好きそうなカフェ見つけたんだけどさ今日の帰り二人で行かないえ <laughs> なんで急に俺の友達の話になるのさ <laughs> 心配されなくても姉さんよりはたくさんいますてかねっ どうするのだからカフェ行くの行かないのどっち